いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、セブンイレブンより、5月15日に、北海道を除く全国で発売しているコッペパンキャラメルカスタード。さあこちらご紹介したいと思います。こちら138円でございます。はい、こちらをご紹介したいと思います。こちらキャラメルカスタード、はい、ではこちらね、見ての通りカスタードホイップにキャラメルカスタードを加えた黄金のカスタードとなっております。これはあくまで東北地区の想定なんで、皆さんの地区ではちょっと違うかもしれませんが、まずこういう感じになっております。さあ、じゃあ開けながらご紹介しましょう。こちらはね、甘くてほろ苦い味わいのキャラメルカスタードクリームと、カスタード風味のホイップクリームをサンドしたという商品となっております。じゃあオープンザドア。おー、いえ、オープンザドアです。はい、この上に乗っかって白いのがカスタードホイップ。で、下のこっちの茶色っぽい方がキャラメルカスタードとなっております。それを、とすることで、はい。はい、コッペパンの完成となります。はい、では行きましょう。ということで、こま。なります。はい、では食べてみます。このホイップとねカスタードやっぱり合う。もうダブルカスタードですからね。カスタードホイップとキャラメル。まあ一応キャラメルがね苦めには作ってるんだけど、もう甘いんでホイップが、もう完全にもう甘いコッペパンですね。もう2つに合わされたらね、もうキャラメルのあのホイップシュークリームみたいな、それをコッペパンで食べてるみたいな感じですね。わかりにくいかな。でも美味しいです。評価は4あげてもいいと思います。ぜひこちらのコッペパン、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあね。